供の頃を思い出す。もう終わりの花火だ。あれはどこから見てもまん丸く見えるんだよ。これは柳だ。花火玉がポカッと割れて火の粉が光の尻尾みたいだろ。花火ってのはな、一瞬で消えてしまうだろ。そのほんの一瞬、夜空にでっかくきらびやかに花を咲かせて消えていく。同じ花火は二度とない。そんな儚い美しさだからこそみんな夢中になるんだ。標準審査だばじいちゃんの笑い声と酒に臭い。その祖父が一昨日亡くなった。故郷に戻ってきたのはばあちゃんの葬式以来3年ぶりだ。直径わずか数十センチの弾が夜空近くで爆発すると、何重もの色相の美しさで直径約300メートルの円を描いて広がる。時間にして1、2秒、その一瞬に色は赤から青、木から緑などと変化する。大きな花が夜空を覆い尽くすように一瞬咲き、その爆発音は大地と空気を震わせて、僕らがその響きを体で感じているうちに、散った花びらは夜の空へと溶けていく。やっぱり大曲がりの花火は特別だろ。うん、懐かしい。懐かしい。うん、花火を見ると懐かしい気持ちになる。その頃を思い出すからかな。そうか、父さんは花火を見るたびに今を感じるけどな。今？おお、俺今生きてるなって。ああ、じいちゃんの口癖だったね。そう、じいちゃんの受け売りだけど。空にパーッとでっかい花が咲くその瞬間、一瞬心臓が止まるような感覚になるんだけど、その直後にドーンという音でまた心臓が動き出すのよって思うわけ。おお、わし生きてるって。父さんも感じるぞ。ああ、俺生きてるってさ。まあ、キンキンのビール飲んだ時にも感じるけどな。ああ、生きてるって。お、天使の花火だ。三重の輪が見事だな。けどやっぱり懐かしい。夏休み、お祭り、金魚すくい、ばあちゃんが切ってくれたスイカ、うまかったな。ああ、菊の花火だ。夜空に菊の花が咲いたね。次はボタン。芯と花弁の色合いが変わるのが綺麗だな。大曲がりの花火が始まったのは明治43年。一流花火師たちが出ることを目標にするほどのすごい大会なんだぞ。どうして日本の花火大会がお盆の時期に集中してるか知ってる？それはね、灯籠流しなんかと同じように亡くなった人を供養するためもあるからなんだよ。綺麗に夜空に打ち上がって一瞬で消える姿はとても儚くて人の命のようだろう。線香花火のような暗いオレンジ色の花火、わび。花火は進化を続け、現代ではピンクやエメラルドグリーンといった色の花火も作られるようになったが、昔から続く伝統も大切に守られている。昔と今が融合し、花火は見るものを魅了している。東京で元気にやってんのか。うん、うん、うん、
たまには帰ってこいよ。正月と花火大会ぐらいさ。大曲りは花火大会多いからしょっちゅう帰ることになるよ。けどそうだね、やっぱり地元はいいね。帰ってこようかな。あ、戻ってこようかなってこと。本当か。なんで会社でいじめられてるのか。違うよ、前から考えてたことだし。あ、そうか。もういいんじゃないか。え、お母さん、喜ぶさん。ばあちゃんも嬉しいよ。え、じいちゃんも嬉しいよ。おお、八方崎だ。四方八方に線のように広がるからそう呼ばれてるんだ。たくさんの色で鮮やかだな。おばあちゃんはこの片物花火がお気に入り。花火の夜空にいろんな形を描くんだからすごいよね。ハートマーク、スマイルマーク、猫も上がった。じいちゃん、おばあちゃん、キョロキョロしないで空を見ろよ。ほら、ドーンと炸裂した後に小花がたくさん咲く千人菊だ。ああ、綺麗だね。出た、時差式花火だ。時間差で光の色が変化するなんて昔じゃ考えられないね。そして最後はやっぱりこれこれ、金色の柳がだらっとしだれていく錦カムロ菊の一斉打ち。体が花火に包み込まれてるようだな。じいちゃん、おばあちゃん、花火ってのは一瞬で消えてしまう。しかも同じ花火が二度ともない。そのほんの一瞬、夜空にでっかくきらびやかに花を咲かせて消えていくんだ。そうね、花火は人生そのもの。だからみんな夢中になるんだよ。そうだね。じいちゃん、俺今生きてるよ。